こんばんは。落ちた。携帯。こんばんは。前髪伸びたな。そろそろ切ろうかな。巻きたくないアイロンで前髪をあんまりくるってさせる。似合わない。切りたいな。後で切ろうかな、時間があれば。今日は暑かった。今日暑かったよね。思った。今日普通に暑かった。死んで前髪切る絶対ミスるから嫌だよ。絶対ミスる。今さ、アイロンしてるからそんなわかんないんだけど、あんまアイロンするときにいつもね、あれなんかさ、普段さアイロンしてない状態じゃさ、あんまり伸びたなとかそこまで思わないんだけどさ、アイロンするときに思うんだよね。なんか巻かないといけない、ちょっとくるってしないといけない長さだったりしたら伸びたなって。アイロンしないとわかんない。パジャマは夏に変え、これは夏用じゃない。夏はちょっとこれ暑くない、長袖だもん。だって夏用ではない。うん、なんだろうな、でも冬用でもないみたいな感じの。なんかさ、モコモコのやつを着るにしては今日暑いじゃん。でも半袖はまだちょっと、もうちょっといいかな。ちょっと薄めの、これ薄いのね、だいぶ薄い長袖のパジャマに変えた。ミリ単位、前髪切るの、前髪切るの大体ミリ単位じゃない。数センチ切る方が多分珍しいと思う。前大体ミリ単位じゃない。そんな1センチ切るか切らないかぐらいじゃない。そんな数センチ切ってたら相当切っちゃうことになる。大体みんな見れたいんだよ。最近プラレッサーパン、あ、レッサーパン、それがもう着てたんだけどね。確かに配信の時はそれが多かった。いや、他のモコモコのパジャマもあるんだけど、なんだろうな、モコモコのパジャマはなんかもっと寒い時みたいな、もっと寒い時で、でも、あ、うさぎ。ありがとう。なんだっけ、もっと寒い時で、でも寒いけど、なんだろうな、ここら辺の、あ、やばい。出てた、ありがとう。卵ありがとうございます。なんだっけ、今着てるようなパジャマ、ちょっと薄めなのね。これを着るにはちょっと寒いみたいな。出てる、ありがとうございます。寒いみたいな、そういう時に着てるパジャマ。だから最近の気温はそんぐらいだったから、その
レッサーパンダを着ることが多かった。なんだろうな、モコモコのやつだとちょっと暑いみたいな時。いや、わかる。なんかさ、なんだろうな、これをこのぐらいの薄さの、なんていうの、こういう薄さのパジャマ着るにしたらちょっと寒いけど、なんだろう、でもモコモコなのは逆にちょっと暑いみたいな感じ。レッサーパンダはなんだろうな、モコモコだけど、その他のこのパジャマよりはさ、モコモコじゃないというかそんな感じだから、なんか中間なの。だからそれを着てた。最近はね、そんな感じだったから、もっと寒ければモコモコのやつ着るんだけど、今日はちょっと暖かいから、でもちょっと半袖着るにはちょっとあれかなと思って薄いやつにした。だいぶ薄い。そうだから、これは逆に冬着たら寒いそうだから、そう、まず半袖短パン半袖、なんか半ズボンみたいなやつか、長ズボン入って、ズボンはでもそこまであれなんだよな、絶対にこれがいいみたいなない。夏はそりゃさ半袖がいいけど、この上はそりゃ半袖がいいけど、ズボン全然どっちでもいいんだよね、半ズボンでも長くても。レッサーパンダめちゃめちゃ暖かいの、めちゃめちゃ暖かい時じゃん。もっとモコモコのパジャマの方が暖かい、レッサーパンダより暖かい。でもなんだろうな、暖かいのは暖かいんだよ、暖かいんだけど、レッサーパンダのパジャマじゃないけど、あの子も暖かいんだけど、なんだろうな、中間の暖かいけどみたいな感じ。だからめっちゃ寒い日とかはちょっと寒いかも、レッサーパンダ。めっちゃ寒い日、ほんと冬のめっちゃ寒い日とかだったらね。寝るときは靴下履くて、寝るときも家にいるときは基本履かないタイプ、履きたくない靴下、寝るときも絶対に、なんだろうね、嫌なんだよね、履くのあんま好きじゃない。靴履くときは絶対に履くけど、そりゃね、履くけど、逆に私サンダルはあんま履かないから、外出るときは絶対に靴下履くんですけど、スニーカーとかだから絶対に履くんだけど、家にいるときは好きじゃなくて履くの。上下セットのやつもあれば、セットじゃないやつもある、バラバラのやつもあるでもセットのやつの方が多いかも、セットのやつの方が多いかな、バラバラなのもあるけど。ん、すごい、なんだこれ、ひよこかな、なんか卵の中になんか靴下は何が嫌、家にいる時に履くのってこと、なんか嫌じゃない、なんか私はね、裸足でいる方が好き。いや別に靴下家にいる時は履きたくないってだけ、別に外にいる、なんか出かける時も履きたくないけど仕方なく履くってわけではない、そういうわけではないよ。なんだろう、家にいるとき限定ね、限定で家
にいる時限定で履きたくないって。自分の家だけど、自分の家とかなんか泊まってるホテルとかそういうとこだけ。なんか別に人の家とかだったらさ絶対に脱がないけどそういう意味じゃない。なんだろうな、限定、自分の家で。冬は、いや冬も履かない。冬はスリッパ、スリッパ。なんだろうね、なんかこう、なんだろう、なんでだろうね、わかんないけど、あんまり好きじゃない。なんだろう、この靴下履いてこう家の中歩くより裸足で歩いてる方が好き。とりあえずし、素足だって怒られない。あんま変わんなくない？靴下履いてても靴下汚れるじゃん。それ素足で歩いててもそんな汚れなくない？別に外歩いてるわけじゃないし室内だし汚れない、お風呂入るしみたいな。汚れないけどな、そんなそんな汚くなくない別に家外出からすぐ崩す、すぐ脱ぐ、ね、嫌なんだよね。なんだろうね、なんかそんなに好きじゃない。なんだろう、なんだろうね、別に外にいるときは全く思わないんだけど、友達の家とかそのなんていうの、他の人の家いるときとかそういうね、そういうのは思わないんだけど、自分の家とかいるときは絶対なんか嫌なんだよね。履く、なんだろうね、嫌っていうか、なんだろう、裸足でいる方が好きって感じ。汚れる方がいい。汚れなくない？家にいて汚れる？汚れなくない？そう思ったことはなかった。家、なんか家で素足で歩いてて汚れるって思ったこと。汚れなくない？今まで考えたことなかったな、それは。汚れないよ絶対。そんなめっちゃ埃が溜まってるとこ歩くとかそんなんじゃない限り汚れないよ絶対。そう、でも冬は寒いから靴下で歩いてたら寒いじゃん。そう、なんかさこうね、床冷たいしさ寒いから冬はスリッパ履く。でも靴下は履かない。靴下履いてスリッパだとさ、スリッパ脱ぎやすいしさ好き、なんかスリッパもともと好きじゃないんだけど、そう、脱げちゃうから。階段とか登ってたりとか降りるときすごい邪魔じゃん。そうだから、なんだろうな、履くタイプのさスリッパというか、かかとがあるタイプのスリッパの方が好きね。それとかだと余計にさ、靴下履いてると履きづらいの、めちゃくちゃめっちゃ履きづらくて。だから冬はそのかかとがあるタイプの方のスリッパ、私だけ履いてる。それを、いや、家族はみんな普通のスリッパなんだけど、あのかかと、何、普通のタイプの、なんかつま先だけにこうなんか上があるタイプのやつなんだけど、なんだろう、あれ脱ぎやすくない？歩いてる時なんかそれを気にしながら歩くのが嫌で、脱げないようにみたいな気にしながら歩くのが嫌でさかかとがあるタイプのやつだったら脱げないじゃん。だから間違いなくて、あ、私の家は、ね、あの誰々がこのスリッパみたいなのがないないのよ。別に誰がどれ履いてもいいっていう感じ。だから同じのがその何種類か、なんか2種類ぐらいあるかな、家2種類ぐらいのが何個かあったりとか。そう、別に誰がどれ履いてもいい。いや、その部屋に入るときにさ、その脱いだりするじゃん、そのなんかなんていうカーペット引いてるところとかに入るとき脱いだりするじゃん。
それを誰かが別に履いていっても別にいいみたいな、決まってないんだよね、誰が誰このこれみたいな、決まってない、誰かが履いていったら履いてたでしょみたいな、ちょっと戻ってきてみたいな感じ、そんな感じ、決まってないだ俺特に、寒いからさ出れないからその夕方のそうだから誰か入ってっちゃったら戻ってくる、戻ってきてって言ったり持ってきてもらったりとか、近くに誰かが入ったのこの置いてあるのを入ったりとか、決まってない本当に、だから誰が誰みたいな、なんか私のはあの私のだけかかとがあるやつだからさ、あれなんだけどみんな履かないんだけど、多分みんなそっちの方がなんかすぐ履けないじゃん、そっちパってかかとがあるから、普通のスリッパだったらさ足こう入れるだけじゃん、すぐ履けるじゃん、なんかそれが嫌みたいで、私は分かんないんだけどでそう履かないんですけど、いつもでも時々誰かが履いてくことがあるから、そういう時は近くにある誰かのスリッパ履いてくえ、本当決まってないだから、私はそのかかとがあるタイプのがいいから使ってるけど、私まあまあ履かないからさ、みんながそれ私のやつだから、なんか私のみたいなあるけど、それ以外は全部一緒だからない、ないんだよね、本当にだから勝手に誰かが履いてったりする、よく家族よく聞くもん、そのなんか本当に私の家族も基本裸足なのね、ずっと夏はスリッパ履かない、だから冬だけちょっと寒いと床が寒いから、冬床が寒い、床が冷たいから、床が冷たいからさ嫌じゃん、素足で歩くの冷たいから、だから冬だけスリッパみんな履いてるんだけど、そうそう、そう冬になったら毎年ねみんな履いてるけど、よく聞くその会話、誰か履いてったでしょみたいな聞く、え、ほん決まってないから聞くね、ね、決まってたとしても多分誰か履いていっちゃう履いて近くにあったから履いていっちゃったみたいなみんなそんな感じ、冬しか履かない基本、夏はドラム履かない、お母さんが履いてるぐらいだ、お母さんはなんかよく履いてるイメージある、お母さんはスリッパ、それ以外は履かない、お母さん以外は履かないと思うけどな、冬以外は、冬は履かないと寒いから履くんだけど、めっちゃ冷たくない冬の床って、素足で歩けない寒い、新しいパジャマこれですか、これはずっと前からあるパジャマですね、そう、サイズあ、なんか多分大きくっても普通に履いてる、なんかフリーサイズみたいなやつあるじゃん、スリッパあれあれそう、なんかその弟とかもなんか前はなんか持ってたけど、弟妹のなんかちっちゃいやつがあったりしたけど、もうみんな一緒、普通に大きくって巻いてる、だから脱げちゃうんだよね、それが嫌で、私脱げやすいじゃんそのスリッパって、わかる、なんか階段登ってる時降りてる時とか特にそれが嫌でさそのサイズみんな一緒のやつ履いてる、うん、プチ負けてないけど、前はなんかあったけど、父さんのでもえないの本当、だからみんなっていうか、そのだ誰がこれみたいなやつがなくって、お父さんのがない、まずみんなのって感じ、置いてあるスリッパ別にどれでも履いていいって感じ
誰の音がないからどれでも白紙、勝手にお父さんも誰かの白紙みたいな、誰かのってか、その置いてある靴下じゃないわ、靴下って言っちゃった、置いてあるスリッパ白紙みたいな、サイズだよ、サイズがだから全部一緒なの、フリーサイズ、なんていうの、その一緒のサイズ、全部一緒のサイズなの。そんな頃誰かのがない、全部一緒、全部同じが、同じ柄、いやなんか2種類ぐらいあるんだよね、謎に。その買い替えて、これちょっとダメになったから何足足りないから、こうお母さんが何足分新しく買ってくるみたいな感じしてたら、2種類ぐらいあって、多分家に2種類かな、2、3種類かな、忘れちゃった、そのぐらいあって種類はあるんだけど特に決まってないの、だからどれ履いてもいい、ほんと本当だから誰のスリッパがっていうのがない、サイズも全部一緒だし決まってない、どれ履いてもいい、別に唯一私のがあるぐらいかもかかとがあるタイプの唯一、色も一緒だから本当、逆にバラバラなの買わない、そのなんかその新しく買い替える時以外ね、新しくそのなんか何個ダメになったから何個買うみたいな時に、買い替える時にそのなんていうの、同じ柄を買うの難しいじゃん、その行ったお店にさなければさだからその時にあるスリッパ買ってくるから、お母さんが買ってくれるから、うん、バラバラになっちゃうけど、バラバラだっけ、バラバラかな、夏用と冬用、あーなんかあるけど、なんみんな気にせず履いてるんだよな、でも夏用あっても夏履かないんだよね、そうなんかちょっと前に買ったやつで、そのなんか普通のスリッパ、普通の素材のスリッパのやつと、普通の素材なんていうの、普通の布の素材のやつと、あともう一個ちょっとモコモコの、ちょっとね、ちょっとそんなモコモコじゃない、ちょっとちょっとだけみたいなこのモコモコのスリッパがあって、多分そっちが先買ったやつなんだろうけど、うなんか2種類あるけど、それ冬に入ってるな、夏用買ったとしても、なんで買ったか分かんないんだけど、それ多分履くと思って買ったんだろうね、お母さん、お母さんはよく履いてるイメージがあるんだけど、年中みんな履かないんだよ別に履かない、いや家族多いとね、スリッパたくさんあって邪魔なんだよね、その部屋に入る前とかにさ、そうリビング入る前にそう脱ぐんだけど、リビングはフローリングじゃないから脱ぐんだけど、そういっぱいさ、もう冬とかは本当に扉の前にそう6個ぐらい並んでるから、今日綺麗に横一列ってよりさ、もうみんなバラバラに置いてくからさ、そんななんだろうな、もう1列とかじゃ、もう 2列とか邪魔なんだよね普通に夏履かないですね、邪魔だしね、そうだからそうみんな適当に違う人の履いてくし、決まってないしみたいな、それはお母さんしか置かないけど置いてある、スリッパなんか年中置いてあるんだよね、そのなんか置いてる、なんかスリッパしまうところにずっとあってみたいな、お母さんはよく履いてるから年中出してるって感じ、靴下も大変なのか、靴下はね、あのね決まってる、ね、でもなんだろうな、私と妹2人
は一緒に使う靴下もあるけど、その妹の靴下、私の靴下って決まってるやつもある。でもそれ以外はバラバラ、みんな決まってる。一緒に使ってる靴下もある、ね、私と妹はね。でも間違えて誰か履いたりとかはよくあるよくある。それはなんかお父さんがお仕事の時になんか黒い靴下履くのね。そうなんかどこぐらい前のなんかくるぶし上ぐらいの靴下、ちょっと長めのなんていうかな靴下を履くんだけど、お仕事そう絶対それ履くんだけど、なぜか知らないんだけど、私はそれの靴下と私が学校行く時に履いてた靴下が、あ、タワーだ、ちょっと待って、すごい似ててさ、よく間違えられてて、めっちゃ伸びてたタワーね、時々そう、めっちゃ伸ばされてたと海とさん、これ何タワーって言うんだ、お花、違う、イースターのやつか、お花じゃないな、花に見えたけど卵だった。ちょっと待って、イースタータワーみたいな感じかな正式名称なんだろう、ちょっと待って、これかイースターエッグのバスケット、イースタータワーでいいか、髪取るの下手くそだ、エッグタワー、あ、それか、エッグタワーか、エッグタワー、そっちか、風と海とさん、風と海とさん、エッグタワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます。私何話してたっけ、靴下か、そう、お父さん、そう、なんか妹が、そう、高一、今高一の妹が、そうね、よく洗濯物取り込んでくれてて、そう、なんか分けてくれてて、その家族の分で、そう、よく私とお父さんのやつ、なんか絶対見たら分かるのよ、分かるんだけど、なぜかそう分かんなかったみたいで、そう間違えられてた。お父さんも「え、履いて分かんなかったの?」って聞いても、
なんかちょっとちっちゃいなと思ったけどみたいな感じで、お父さんも適当だからさ履いちゃうんだよね履いちゃうんだよ。私がそうないなと思って、なんか数が少ないなと思って聞いたら、えもしかしてこれみたいな感じで伸びたのが出てくるえ絶対見たらわかるんだよ、全然違うのよ素材とかもわかんないみたいでさ、わかんなかったよくあったそれで私がね、その後なんかもう履いてる、なんかちょっと長めのやつ履いてたのだけど、短めのやつに書いてからは間違えられなくなったけど長さ書いたんですよ、なんか長いのも書くないなと思っていやそう間違えられるから書いたってわけではない。ソックスインも流行ってる、ソックスイン、え、なんだそれ、なんだソックスイン、わかんない初めて聞いたか理解してないだけか、え聞いたことあるかな、わかんないよ。ズボンの裾を靴下に入れる、あ、ズボンの、あ、え、それソックスインって言うんだ、え、流行ってんの今、知らなかった知らなかった、なんか時々ね、本当に時々 SNS とかで見たことあるけど、え、めったに見ないから流行ってるの知らなかった、ソックスインっていうの知らなかったモコモコの靴下、あモコモコの靴下は何足か持ってる、冬の本当に寒い日に履いたりする、本当寒いみたいな日に履いたりする、モコモコの靴下、それ履いたらスリッパ履きにくくなるけど、けどさ本当寒いって思いが履いたりする、したことないな、ソックスイン本指はね持ってないんだよね、今までそんなないと思う、入ったこと、バレエの時の靴下、バレエの時のやつは厚め、厚くないとねあれ破れちゃうんだよね、なんか逆に薄いの、その忘れちゃって靴下薄いの履いてやった時もあったんだけど、なんかもうね破れちゃいそうで怖かった、常に厚めの靴下、その競技用のやつがあってそれを履くんだけど、なんか薄いとめちゃくちゃ不安だった、一回だけそれでやったことがあるんだけど、めっちゃ不安で破れちゃいそうで、破れてなかったんだけど、そう一回だけだったから大丈夫だったんだけど、めっちゃ熱い、つま先とかかとがねめちゃくちゃ熱くなってるやつで、普通のところも熱いんだけど、つま先とかかとの部分がめっちゃ熱くなって、破れにくいように、まあ、破れるけど、そうなってても、そうなってても破れちゃうんだよね靴下、そうよく破れてた、そうなんか最近のやつはさ、この社会人のクラブチームだからさ、そんなにさガチでやってるわけじゃないから破れないけどさ、部活とかでやってる時はねめっちゃ破れてた、よく、
めっちゃ分厚くなってるんだよ。めっちゃ分厚くなってるんだけど気づいたら薄くなってる。バレアの靴下、そうバレアの靴下ある。そうなんかスポーツショップみたいなところで売ってる。それをそれ買って使ってた。その気づいたら、そう最初履いた時はその小学校の時とかね、えめっちゃ分厚って思ったんだけど、ね、今はそのバレエする時はそれじゃないと無理だ。薄いと普通の靴下履いてあるとえめっちゃ薄って思うぐらい。なんか、ね、不安になるぐらい、なんか破れちゃわないか心配になるそれ履いてやったら、もしバレーの時、バレーの時その普通の靴下でバレーシューズ履いてってやったら破れちゃいそう、破れちゃいそうだった、そうやった時にそんなに違う、え全然違う厚さ。めっちゃ暑い。でもどの競技もかもだけど、バレーに限らずだと思うで、そういうサッカーとか、サッカーとか暑そうだね。サッカーバスケはちょっとよくわからない、でも暑そう、バスケのその売ってるやつ、そういう靴を履いて、そういうさ方法かもしんないけどさ、スポーツさ競技するような靴下はだいぶ暑いと思う。めっちゃ分厚いじゃないとすぐ破れちゃうと思う。多分毎日レベルで破れちゃうと思う、普通の靴下だったら。そのぐらいめっちゃ動くか。分厚い靴下で最初っちゅう破れてた。それも素足かと、それはやばい、それはやばい、靴履くのに素足はやばいよ、それは絶対しないよ。あ、55分、ありがとう。じゃあランキングを読もうかな。13位からランキング読みます。13位ラクラクさん、ありがとうございます。12位ラスカールアットマークタムタムさん、ありがとうございます。11位 WY アットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。10位香港のハルマアットマーク京香葵さん、ありがとうございます。9位バトニーさん、ありがとうございます。8位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。7位ウドさん、ありがとうございます。6位としのりさん、ありがとうございます。次5位佐々木俊介さん、ありがとうございます。4位グランツさん、ありがとうございます。3位ラボーナさん、ありがとうございます。2位シンさん、ありがとうございます。そして1位が風と海とさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。明日の配信はそうだな、夜かな、明日何時台になるかは、何時台、22時過ぎぐらいから始めれたらいいなって感じでした。
23時からやってもいいんだけどさ、お風呂入りたい22時にやって終わった後にお風呂に入りたい。そう、その前にはね、そうなんか時間があるときはお風呂入って、今日もお風呂入って書類もしたんだけど、そしたら23時台が一番ちょうどいいのね。だけど人はそれができそうにないから、そうしよう、22時台そうしよう。21時とかも、21時はねちょっと微妙なんだよね。うん、多分無理だと思う。前に合わない気がしてる、すごく。お仕事あるから。21時は？って感じ。できる。いや、できないなーって感じ。間に合う気がしないなーって感じ。かな。21時半ぐらいだったら間に合うかもだけど、そしたらさメール送りたいからさ結局短くなっちゃうんだよね。だから22時過ぎにするって思って22時にした。タクシー使えば大丈夫、そんなお金はない、そんなにお金持ちじゃないから、そんなタクシーなんてめったに乗らないめったに乗らない22時10分とかそこら辺かな明日。タクシーってタクシー高いよね確かに。え、本当に乗らない、全然タクシー歩くか電車かバスえ、本当そんな感じです、全然乗らないです私は。その普通なんだろうな、お仕事でとか乗るときはあるけど、え、乗らない、本当に基本乗らない。もうちょっとか、じゃあ明日は22時10分以降ですかね、多分間に合うと思う。それ間に合わないことはないと思ってるけど、もしなんかやばそうだったらまた言いますね。また明日できそうな時間わかれば言います。じゃあそろそろ切れちゃうので、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい、また明日おやすみ、バイバイ、おやすみ。